試合のお話をちょっとお聞きしたいんですが、今日本当に守備の意識が統一してたと思われます。その辺はいかがでしたでしょうか。まあ、相手に持たれてしまったが、長くても自分たちがしっかり守るというところを見せれたと思いますし、まあ、局面局面危ないシーンはありましたけど、落ち着いて守ることができました。我慢強く戦っている中、何度もサポーターの皆さんから収穫コールも来ていました。聞こえてましたか。もちろん試合中はいつも聞こえてますし、キックオフ前の、まあ、サポーターの方の声援というのは一番大好きなので、またこれを続けてほしいなと、僕たちも期待に応えたいなと思います。ゴールキーパーのウォーミングアップの時が一番好きなセリフをおっしゃってました。そうですね、ウォーミングアップの時が一番モチベーションが上がりますし、たくさんの方が僕を見てくれているというのは非常に嬉しく思います。さあ、これでチームは2試合連続完封勝利です。この後は ACL リーグとアウェーゲームが続きます。意気込みお願いします。まあ、アウェーで長期戦戦いますので、今自分たちは試される立場だと思っているので、しっかりとアウェーで勝って帰れるようにいい準備をしたいなと思います。さあ、今日は5万4000